長ない。このポテト長ない。お前はええなあ。ん？大学行けへんねやろ。まあ、行けへん言うか。行かれへんのか。お前そういうとこやで。何が？人を見下してるというか、全員アホに見えてんのやろ、お前からしたら。自覚症状はないけどな。いや、多覚症状が半端やないね。かわいい。え、彼氏おるんかな。どうやろう。え、ちょっと聞いてきてや。いやいや、そんな。え、頼むバナナあげるから。え、なんでバナナでいける思ったん。ちょっと神妙な面持ちやってみ。笑ってるやん。宇都宮くんもなんか部活やったら。中志村さんをメロメロにする方法を教えてくれや。たまに私と一緒に過ごしてみようとか思えへんわけ。まさか柏村さんのどこがええの。空気読んで宇都宮。この川で暇を潰すだけの青春があってもええんちゃうんか。相乗効果ってやつやろ。シナジー効果ってやつな。俺のことアホに見えてんねやろ。なんでまた神妙な面持ちやねん。もう一回できるかなと思って。